オーエン・ブラッドリーはアメリカ合衆国の音楽プロデューサー。1950年代及び1960年代、ジェット・アトキンスやボブ・ファーガソンと共にカントリーミュージックのナッシュビル・サウンドやロカビリーのパイオニアの一人である。テネシー州ウエスト・モアランドで生まれ、幼い頃からピアノを学び、10代の頃から地元のナイトクラブやロードハウスで演奏していた。20歳の時、 ラジオ局 WSMAM でアレンジャー及びミュージシャンのショコエタ。1942年、この壺ぼの音楽ディレクターとなり、また人気ダンスバンドのバンドリーダーも務め、後にボーカリストのボブ・ジョンストンやドッティ・ディラードが加わり、市内で行われる上流階級のパーティーで演奏するようになった。同年、ロイ・エーカフと共にヒット曲ナイト・トレーン・ツー・メンフィスを作曲した。 休息期間もあったものの1964年までバンド活動を続けたが、プロデューサー業が多忙となり自ら演奏することが困難となっていった。1947年、ブラッドリーはデッカレコードでの編曲及び作曲の職を得た。プロデューサーのポール・コーンの下で、アーネスト・タブ、バール・アイブス、レッド・フォリー、キティ・ウェルズなどの大スターと共にレコーディングを行った。 公園から学び、彼は最終的に自身でレコードをプロデュースするようになった。1958年に公演がレーベルを去ると、ブラッドリーはデッカのナッシュビル地区の副社長となり、ナッシュビルサウンドのパイオニアとなった。長い間、カントリーミュージックはや母体、庶民的音楽と見られており、アメリカ合衆国南部やアパラチアの 小さな街の裕福でない人々が聞くものとされてきた。1950年代後期、ブラッドリーが活動するナッシュビルは、グランドオールオープリーの古くからの本拠地としてだけで、なく、レコード業界の中心地であった。ナッシュビルサウンドは16番通り南804番地に、あった弟、ハロルド・ブラッドリーと共有していた家に接続した、半円柱型のプレハブのクオンセットから始まった。 このクオンセットはポップとクロスオーバーし、より商業的なカントリーミュージックの発祥地と考えられている。アメリカ音楽のこの独特のジャンルは、グラディ・マーティン、ボブ・ムーア、ハンク・ガーランド、バディ・ハーマンなどブラッドリーが厳選したナッシュビル A チームから当初発展していった。ブラッドリーのクオンセットのスタジオの成功により、RCA ・ビクターは、 現在も有名な RCA スタジオ B を建設することを決めた。多くの他のレーベルも次々と開業し、現在のミュージックローへと発展していった。ブラッドリーとその仲間たちは、軽いメロディとより洗練された歌詞をミックスして、さらにポップの感性を追加して、ナッシュビルサウンドを作り上げ、後にカントリーポリタンとして知られるようになった。想像し、ホンキートンクのピアノは、 フロイド・クレーマーにより人気となった e ージー・リスニングのピアノに置き換えられた。ただし1950年代、ブラッドリーはホンキートンクブルース歌手でピアノ奏者のムーン・マリカンとレコーディングすることになり、ブラッドリーがプロデュースしたマリカンのセッションは、マリカンのオリジナルのブルーススタイルとナッシュビルサウンドを融合した実験的作品となった。 マウンテンミュージックのフィドルは弦楽合奏に置き換えられ、スティールギターや耳障りの良いバックコーラスが追加された。ナッシュビルサウンドに関してブラッドリーは、現在私たちはカントリーミュージックからフィドルやスティールギターをカットしてコーラスを追加した。しかし、これで終わらない。常に新鮮であるために常に発展していくのだと語った。エ援ブラッドリーのクオンセットハットスタジオの コンソールブラッドリーがプロデュースした歌手たちはこれまで以上に積極的にラジオに出演し、パッチィー・クライン、ブレンダ・リー、ロレッタリン、レニー・リー、コンウェイ・トゥイッティは全米にその名が知られるようになった。ポップ歌手のバディ・ホリーやジーン・ヴィンセントもブラッドリーと共に彼のナッシュビルのスタジオでレコーディングを行った。ブラッドリーはムーン・マリカンのサウンドをアップデートし、 マリカンのヒット曲、アーリーモーニングブルーズをプロデュースし、ブルースとナッシュビルサウンドの融合に成功した。また彼は、ビル・モンローのブルーグラスとブルーグラスでない曲をプロデュースした。モンローは、ジミー・ロジャーズのキャロリン・サンシャイン・ガール、ムーン、マリカンのマイティ・プリティ・ワルツをカバーし、ブルーグラスよりもスタンダードなカントリーのバンドで演奏した。多くの古いアーティストは、 本キートンク歌手ジム・リーブズが新しいスタイルを取り入れて大ヒットしたことを目の当たりにして自分たちにも変化が必要だと考えるようになった。しかし皆がリーブズやパッチクラインのように成功するわけではなかった。ブラッドリーはプロデュース業に加え1958年のビッグギターなど自身のインストゥルメンタル曲もリリースするようになった。1950年代後期 ブラッドリーは弟ハロルドと共にアメリカ陸軍のリクルートのためのラジオ及びテレビのカントリースタイル USA をプロデュースした。ブラッドリーはクオンセットをコロンビアレコードに売却し、1961年ナッシュビル郊外に農場を買い、ナヤをデモスタジオに改築した。数年のうちに新たなブラッドリーズバーンがカントリー業界で伝説的レコーディング施設となった。 ビュー・グランメルズはこのスタジオに敬意を表し、1968年のアルバムにブラッドレイ・エスバーンと名付けた。1980年、スタジオは消失したが、ブラッドリーは数年以内に同じ場所に再度スタジオを建てた。1974年、カントリーミュージックの殿堂に殿堂入りした。ポール・公ーが救命プロデュースしたのに続き、 ブラッドリーは6名プロデュースしたことで評価されている。1980年代初頭に退社したが、自身が選んだ仕事は続けていた。ブラッドリーは、カナダのアーティストの K.D. ラングを選び、1988年のアルバム、シャドランドをプロデュースして高い評価を受けた。亡くなる直前、弟ハロルドと共に、舞台、オールウェイズ、パッツィ・クラインのパッツィ・クライン役で知られる。 マンディ・バーネットのアルバム、アイブ・ゴッタライトツークラ2をプロデュースした。オーエン・ブラッドリーの最後のスタジオ彼がプロデュースした、パッチ・クラインの、クレイジー、アイホール2ーピーシ e ウォーキン、アフター・ミッドナイトなどの大ヒット曲は50年以上、たった現在もスタンダードナンバーとして愛され、続けている。クラインやロレッタリンのプロデューサーとして、最も知られており、電気映画、歌え、 ドレッターへのためにや、スイートドリームスでは、サウンドトラックに携わっている。1997年、ナッシュビル公演曲は、ミュージックロー北端の16番通り南と、ディビジョン通りの間の小さな公演に、オーエンブラッドリーがピアノを弾く銅像を立て、オーエンブラッドリー公演と名付けた。ありがとうございます。